天正18年1590年、秀吉は命令に服さない関東地方の覇者北条氏を攻めた。戦いは籠城戦となり、秀吉軍は小田原城を取り囲んだ。この時秀吉に服従を誓うため会津から小田原にやってきた伊達政宗は、命を懸けて秀吉との会見に臨んだという。どうじゃ政宗、この小田原城も見事な防御、それに従われば天下統一じゃ。今日この堅い中ではこのような大罰を見たことがない。合格のためにとっと見ておけ。あれは一体驚くことはない。原子どもの体制を紛らわせるために竹刀を揃えて陣中不動を頼む。我々たちが女房を連れて、わしの宿殿のお前戦はこういう風にやるものだ。まずは茶会を飲む。あんたも来るがよかろう。